はい、皆さんお疲れさんです。今日は7月20日、とってもね、急に暑くなったというか、わーっと雨が降った後カッと晴れて、急に温度が上がってとか、そういう状況の状態の今日一日でした。今まだね、梅雨が明けてないんだけど、梅雨の後というか、梅雨のまあ晴れ間あるあるをちょっと話ししましょう。梅雨の間ね、すごく雨が降って、今年も特にたくさん降りました。降った後急に天気が回復してガーッと晴れて、そうなるとよくあることね、水はかかっているのに、水は OK なのに、頭が下がってるというかね、くたっとこう下がる植物って、ありますね。くたっとなるやつ、インパチェンス、サンパチェンス関係ね、ニューギニアインパ、日日草、暑さに強いはずの日日草とか、あと野菜、トマトとかね、てきめん、そういうの症状が出ます。そうやってなる植物、これ共通して なぜそういう風になるのかってことをちょっと説明しましょう。お客様からもたくさん、ね、お問い合わせいただいたりね、することあります。先日もありました。日日草、暑さに強いと思って植えたんだけども、頭が下がってこうみるみる調子悪くなっていくと、なぜかというと、まずですね、植物もいつも呼吸をしてます。呼吸をしてて、植物も人も一緒で、人が汗をかきますね。暑い時って汗をかくじゃないですか。これと一緒で、植物も、暑い時は体の水分を出して、植物の中ね、体の中の体温を調節します。に人が汗をかくと体が冷えるのと一緒で、体を冷やしてね、調整してるのと一緒で、植物も、蒸散というメカニズムを使って、葉っぱの、ね、表裏、茎とかそういうところから、こう水分を、ね、出します。気孔とかね、そういうのを使って、それが蒸散と呼ばれるもの。この蒸散って呼ばれるね、蒸散をすることで水分を出す、人が汗をかくのと同じ現象。そして、体のを冷やすんだけど、これをすると急激に、暑くなるとね、急に晴れたりして暑くなると、この蒸散が急激に起こります。急激に起こると今度、出ていった水分を補わなきゃいけなくなるんだけど、これを根っこから今度はね、水分って吸収するんだけど、根から吸収しますよね。根から吸収するんだけど、このね、根から吸い上げるね、この水分を吸収するのが間に合わなくなります。人って汗をかいて、そしてこうくたびれるじゃないですか、汗かいてね。でそれで水分を取りますね。こうしっかり水を飲みます。でその水飲んだ瞬間から全身に水分が行き渡るんじゃなくて、ちょっとタイムラグがあるよね。このタイムラグと一緒のような形で、根も、植物も根から水分を吸い上げて、体内にね、行き渡らせるのに、必要な時間も必要だし、そういう機能、これ夏バテしてると、でもこのなかなか水分をこう体全体に行き渡らせることができなくなるんです。そして異常なまでに蒸散で水分を外に放出してるから間に合わない、根からの水分補給が。その時にこれね、その時にこう頭が下がるんです。こうターッとなる。これね、蒸散をします。たくさんね、蒸散しますね、たくさんね、根から水分を吸い上げるけど、これが間に合わない状態、間に合わない。これことによって、全体、植物体の全体がくたっとなります、ね、これ仕方がない現象というか、徐々に慣らしていけばいいんですけど、人間もそうですね。徐々に慣らしていけば暑さも寒さもへっちゃらなんだけど、急に暑くなったりすると夏バテするような形ね、体が落ち着いていかない状態、
これが植物でも起こっていますよということです。なので、これをね、改善するというか対策としては、まず少しずつ影からね、今年のようにね、曇天が長く続いて雨が多いと特になりやすいんですけど、なるべく少しずつ慣らしていって火に当てていくということが一つね、慣らすことね、慣らすこと、あともう一つ、あと二つぐらいある、これね、慣らすことがまず大事です。そして次に、霧吹きなんかでね、水分をね、水分を霧吹きとかで補ってあげる、空中の湿度っていうか空中の水分をね補ってあげること、これでもなかなか追いつきませんね。まあ葉水とかしたりするのはそういうことなんで、水分をね補ってあげようと思って上からかけてあげる、葉水ね、葉水でもこれでも追いつかないときはもう、切るね、植物をちょっと先端の方から切る、もう先の方まで水分が行ききらないんで、もうそれ切ってしまう、切ってしまって、その環境に慣れてきた新しい芽を生かす、この方法がいいと思います。慣らすか水分を補う、ね、葉水などで水分を補うか、切るか、この3つとして対策をしましょう、ね。で、そのうちでも晴れが続いてくると慣れてくるものもあります。でも放っておくと上からどんどんね調子が悪くなってくることもあるので、この対策は必ずねどれかをした方がいいと思います。そういったことでお客さんにね聞かれた時には、こうよくあるあるなんですね、梅雨の晴れ間とかね、梅雨後あるあるです。でトマトとかが特にね、雨ざらしにしてるトマトとかが、そして急に枯れたりするのもこの似たような状況、これに加えて、土の中の水がねもうお湯になるとか熱湯になるというか、それが根が蒸れるってやつね、根が蒸れ上がるっていう時、これは対策としてはもう水をかけておかないことが一番です、ね、水がかかった状態でカッと晴れると一気に根が煮え上がるというのはそういうことで、トマトや日々草がその意外と根が繊細ということです、ね、だからそれが起こってる。なのでなるべく水っていうのは雨ざらしじゃなくて、梅雨の間は自分で調整できるような、こちらで管理できるような状態がいいと思います。そういう時はできるんであれば日陰に移したりとかねしてあげてください。あともう一つ対策としてはね、テラコッタ、やっぱテラコッタね、これ呼吸する鉢、これやっぱ重要なポイントと思います。そうすると根の温度ね、土の中の根の温度が、土の温度がね急激に上がるのを防げるので、これもすごくいい対策と思います。分かったかな、梅雨の間のあるあるですね。植物は急に弱ったりします。でもこれは、まあ致し方ないことでもあるんですけど、メカニズムを知っておけば、少し対策ができるかなということで、今日はそんな話でした。それじゃあ皆さん、またねー。